651系が定期運行を終了しました。JR 東日本は、今日17日をもち、651系の定期運行を終了しました。651系は、1989年3月に、常磐線の特急ひたちとしてデビューした車両です。1988年から1992年に99両が新製されました。JR 東日本が初めて製造した特急型車両で、搭乗時には、タキシードボディのすごいやつというキャッチコピーが与えられました。また、在来線特急列車としては、初めて時速 130km での営業運転を実現しました。そして、JR グループの新設計車両で、初めてブルーリボン賞を受賞した形式でもあります。常磐線特急としては、2013年3月のダイヤ改正で定期運用を終えました。その後、高崎線特急に転用され、2014年より、草津、赤城、スワロー赤城として活躍してきました。しかし、今年春のダイヤ改正により、高崎線特急に E257 系リニューアル車両が投入されることとなり、651系は、定期運行を終えることとなりました。ダイヤ改正により、特急草津は、特急草津島に、特急スワロー赤城は、特急赤城に列車名が変更されます。普通車のみの5両編成で運行し、窓側に電源コンセントを設置するということです。全車指定席とすることにより、着席サービスの向上が図られます。JR 東日本によると、651系について、今後、臨時列車としての運転予定はないということです。これで、3月17日の KAB ニュースを終わります。